えー、私は今までですねこの日本というのは非常にいい国だと思って、まあ、今でも思ってないわけじゃないんですけど、えー、思ってきましたでこの「日本だけ」というシリーズを、まあ、1回ぐらい出したんですがちょっと引っかかることがありましてですね、まあ、日本だけは、まあ、天皇陛下がおられて、まあ、国として存続し長い間非常に豊かで平和なあ日本を作ってきたと、まあ、ここの写真もですね 上野の忍松の池の江戸時代末期のまあ写真というか絵なんですけどまあ写真にあの色をつけたものなんですがまあとても美しくて穏やかなんですねそれで民族も優れてるしまあそういう点でその日本だけはこんなに優れてるんだっていうシリーズをまあ書こうと思ってこれを始めたんですけども。 どうも私最近というか、まあ、これからもですねあの今までも見てもですねいや日本というのは本当に恐ろしい国だなというふうに思うんですね。まあ、最近ではあのお相撲のことがありましたけど「春馬富士事件」がですねあれを見てもどんなに考えてもですね暴力を振るった春馬富士が悪いのに決まってんのにそれから被害者の高野、えー、岩が ちょっととに応じないとかいかううのはもう本当にこ細かいことなんですね、えー、この前あるテレビで、えー、警察関係の人がテレビのコメンテーターがですね高野、えー、岩がああ春間富士が謝りに行ったのに「えー、わない鷹の花とか高野岩が合わないのは何事か」って言ったことに対してまあその警察関係の冷静な人がですね「いやいやあの被害者っていうのは普通加害者に会いたがらないもんですよ」と。 で警察もあの加害者が被害者に会いたいっていう時に、まあ、できるだけ会わないようにするのが普通なんですって、まあ、ごく普通のことを冷静に言ってましたね。だけどもまあこれをブログを録音してる今日,今日っていうかあなんですけども、えー、テレビは相変わらずやっぱり貴乃花と貴乃岩を批判してましたね。 これは要するに何かっていうことはほととんど興味がないまあこれを聞きますと私が思い出すのはあの日本の貿易摩擦が起こった頃ですね、まあ、日本の家電製品がものすごく良くてあの頃ソニーでもパナソニック、まあ、その時はナショナルとか松下電器って言ってたんですけど、まあ、東芝とかですね でもう日本が輸出の製品はもう圧倒的に世界に対して強くてテレビでもファクシミリでも何でもかんでもプリンターそのうちプリンターでもキャノンとか出てきましてねものすごく強いだからどの国に輸出してもその国の産業を一網打尽に全部ダメにしちゃうんですよ。でまああの松下電機の製品がどん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 ヨーロッパに輸出される。 ヨーロッパの電気産業がどどどどんどんんどんん潰れれていくでですねそれでヨーロッパから悲鳴が上がるそうすると日本人は何と言ったかっていうとですねいやいや彼らが悪いんだと彼らはサボっててこれ国際競争の時代なんだからサボってるやつは駄目なんだとこういうふうに言ったんですよね。それで私もその頃若くて産業界にいましたからそれはそうだと僕らはににもう日夜こんなに頑張ってんだと。 一方そのヨーロッパの連中ったら定時に帰るとか残業しないとか言ってるわけだからそれは滅びてもしょうがないじゃないかと。その時にですね私はですね自分が言ってることが力の強いものは勝ったっていいんじゃないかと力の弱いものはあの結局産業が潰れてきますからみんな失業して飢えちゃうんですよね。イギリスなんかイギリス病つってひどい意味であったわけですけども我々はその当時のイギリスはですね サボっっててたんだからしょううがないいよってこう風に言ってたんですね実際に首を切られて職を失い、えー、家庭が崩壊していくなんていうことはどうでもいいと思ってたわけですね。まあ、今で言えばアメリカは核兵器とミサイルを持ってんだから中国やロシアが強い国が弱い国をいかようにしたっていいじゃないか男性が女性を暴行したっていいじゃないかと、まあ、これと同じような論理を展開してたわけですね。 でまあそういうこともあるしそれから、まあ、正義の最近では正義なんかどうでもいいじゃないかと人付き合いだとだから合意できればいいんだとみんなが言ってることが大切なんだと私がいつも言うスタップ細胞の時にそうでしたね、えー、私はスタッフ細胞の事件が起こって、えー、あの時に小か克さんじゃないそういう小帆克さんじゃだ,だけじゃないんですよあの山梨大学に行った大学教授なんかの方が書いた論文なんですがそれを読んでみたと。 ななかなかいい論文だったんで確かに図表に少し問題があるかもしれないけども80枚ぐらい図表があったんでまあもちろんちゃんとした論文の方がいいけどそんなに生きに立って非難するようなもんじゃないとテレビで言いましたら隣にいる人がものすごく非難するので「あなたは論文読まれましたか?」って言ったら「読んでない」って言うんです。じゃあ何でそんなにあの論文のことを文句言うんですかって言ったら「みんなが言ってるから」って言うんですね。<laughs> これは恐ろしい国ですよだって何かの基準があればあほあ周りは安心しますけど何の基準もなくてただただみんなが言ってるからそっちにわーっと行くってことになるとですね、まあ、不倫の問題もそうでみんなが不倫っつったらわーっと不倫の方に行くと私があの東大とか NHK とか朝日新聞がない方がいいって言ってるのはなぜかって言いますとですね私長い間 まいろんな国の人も付き合い日本人とも付きあったんですけどなぜか日本人はですね教養を積んだりするとずるくなるんですよ。あの教養を積んんんで、でより誠意が高まるんだったらいいんですね。まあ、この前水戸黄門のそのテレビを見てましたらあのテレビで言ってることは水戸黄門が言ってることはそうでしたね。庶民は誠意を持って助け合ってみんなで生きてるのにちょっと悪い連中ですよ。 一番偉い見と子もんはまあ正義なんですがその少し下の悪大官とかここら辺がいてですね悪をを働かせて庶民を苦しめると私はもう本当に何回も何回もそういう目にあったんですねそういう目にっていうか私自身はあんまりひどい目に遭いませんでしたけど例えば名古屋大学時代に卒業論文学生の卒業論文審査っていうと我々と学生は真面目にやるんですね。 ところが大学院の論文審査まあ修士論文と各士論文の審査になりますと学生はズルするんですよ。学問的なズルするんですね。で私はより学問を学ばせるとズルを学ばせるのかなと思ったりもしましたね。それと同じことが東大教授とか NHK とか朝日新聞に見られるんですね。頭がいいから人を騙すことはいくらでもできるんですよ。それを利用するようになる。つまり 日本人は教養がつくとですね誠意などどうでもいいと金が儲かればいいというふうな感じになるんですねじゃあアメリカ人も同じじゃないかって言うと私ちょっと違うと思うんですねアメリカ人とかフランス人とか韓国人の本当に頭のいい人を見ますとねやっぱり誠意は残ってるんですよただ悪辣なんですね悪人なんですねところが日本人の怖いのはですね善人なんですよ 善人であって誠意がないんです金儲かればいいという風うになっていくんですね、まあ、こういうふうにこう考えますと、まあ、日本が非常に恐ろしい国だなだから外国が日本に対して怖いと思っているのはわかるなという気がしますね、まあ、日本のように一億二千万人もいる大きな国がどっち向いていくか分からないってわけですね、まあ、そういう点じゃああれ違法人というその 小説がありましたたねノーベル賞もらったあの小説にですね殺人犯が出てくるんですけども裁判それから裁判の後ですねあなたがその人無宗教なんです殺人犯が無宗教なんですねそれで社会が無宗教の人は危ないって言うんですよ要するに規範がないから人間っていうのは恐ろしいもんだだからせめて神という制限があれば、まあ、その人は その神の教えの範囲でしか動かないけどその人が神を持ってない場合はどんなことをするかわからない、まあ、また小説ではその違法人というのが異邦人の殺人犯がまあ態度が少し悪いもんですからみんなが人を殺しても反省してないと思うわけですねそれは当然だと神様がいない人間というのはどんなになるかわからないっていう恐怖心を持ってるんですね。 そういう意味では現在の日本人がほとんど無宗教であると自分で正しいことを自分で決めると、まあ、いうような、まあ、非常に不安定な状態にあるそしてもともと日本列島というのに住み一つの国で住んでそして暴走しがちであると、まあ、そう考えますと私今日朝ですねいろんなニュース見たりしてて「いや日本っていうのは恐ろしい国だな だから外国の人が日本が怖いっていうのはわかるなと我々自身がそれを深く反省する力がなければやっぱり駄目だなとこういうふうに思いました。